FRB が9月3ヶ月ぶりの利上げに踏み切りました景気の過熱を回避するための金融引き締めですアメリカの実質成長率は足元4%台パウエル FRB 議長は過去10年を振り返ると今のアメリカ経済はとりわけ輝かしいと強調しました今年4回目となる12月の利上げは確実な情勢です焦点は来年です FOMC メンバーの間でも 2回、3回、4回と見方は割れます。ただ、4回も利上げすれば、この人は怒りを爆発させるでしょう。トランプ大統領です。パウエル議長を指名したトランプ氏ですが、6月の利上げの際には、面白くないと発言。先週も嬉しくないと不満をあらわにしました。トランプ氏最大の自慢は、就任以来の株価上昇です。その流れに水を差す利上げは、受け入れがたいのです。